おはようございます。今朝の朝食の時間です。今朝の朝食っていうのは変な言い方ですね。頭痛が痛いみたいな言い方ですけども、今朝私がねいただこうとしているのはこの北海道物産展で購入したイカまんまですよね。こちらの方、北海道物産展がね私の町にも来たということで、広島市内にいる時は滅多に行かなかったんですけども、どうもね田舎にいるとこういうのが嬉しくなっちゃいますよね。これがイカまんまでございます。もち米が詰まっていてタレがかけてあるね、この今これが999円で売っていました。これがね軽減税率 8% でございましたけども、これ贅沢品のような気がするんですけどもね、不思議ですよね。はい、それではねお皿に移しまして、ちょっとすみませんね、皆さんにはご覧いただくのはこんな感じになります。はい、イカまんまですね。まあ野菜もそういうものも何もない殺風景な形になりますけども、ご容赦くださいませ。こんな形でねいただこうかと思います。はい、それではねお皿の方を移しますよ。こんな感じでいいですかね。はい、いかがでしょうか中身。ちょっともち米なんでねくっついちゃって素直に切れないんですけども、はい、こんな感じでお米が炊いたのがついてます。まずはねこのお米からいただきます。もちもちとした食感がとても、おいしい。醤油の垂れ具合というか、で、イカのね、具の方、こちらですね。このイカのポンポン焼きは昨日ね、対面しながら作ってくれたんですよ。このイカがあるじゃないですか、このイカを冷凍したのを茹でてもらってね、その中にもち米を詰めて作ってくれました。まあ出来たてだよって言ってくれましたけども、食べるのがこうやってね12時間ごとよね。まあいいですよ。あ、花屋龍馬さんの動画ご覧になりました？関係さんありがとうございます。早いですね。結構ね、あのこうやってる感じが似てるんで共感するっていうか嬉しいですよね。話されてる内容も多分私の動画見てる方だったら取り組みやすいんじゃないかなと思います。で、こういった形で動画放送するとそんなに無理ではないんじゃないかなと思います。私あの YouTube っていうのが今ね最も効率のいい投資だと思うんですよ。で、YouTube ってのは自分の知ってることを話すだけなんで、知らないことは話さなくていいですね。で、あのなんかね追及されたら間違えましたすいませんでいいわけですよ。で、謝罪動画とか訂正動画ってのはもうね溢れてるわけですよ。だからそれでいいんですよ、間違えましたすいませんと。で、これが間違えた動画ですっていうふうに引用すればそれがタグにもなりますね。で、どっかで花開くと過去の動画も全てね見てくれるんですよ。で、私の動画を気に入ってくれた方も過去動画っていうのはねずっと見るわけですよね。そうやってずっと埋もれてたはずの動画がまたね発掘されるということになりまして、数百万再生っていうのを生み出してくれますんで、動画の量産っていうのはむちゃくちゃねいい投資だと思いますね。はい、知ってることを話して知らないことは話さないと、まあ当たり前なんですけども、知ったかぶりを話すとたどたどしくなっちゃいますんで、例えばね一番知ってるのは自分が生きてきたことだと思うんですよ。なんて言いますかね、あ、自分の生まれたところがどんな町なのかとかね、どんなものが美味しいのとか、どんな有名人がいるのかってことを話すだけでもいいと思うんですよ。あとはまあ皆さんね学校行かれてると思いますけども、学校に対する不満とか、学校に対するこういう風になったらいいなっていう期待とか、学校に対する感謝とかね、私は学校がね何が一番いいかっていうと、なんか恋愛ができるところですね。で、結局学校って色恋沙汰の本当宝庫なんですよ。
共学でもそれからなんですかね、男子校でも女子校でもね、そういう話っていうのは盛り上がって、一定のまあ仲間ができたりね、ある意味敵ができたりとか、ドラマなんですよ。で、学校で嫌なことがあったっていうのも一つの社会に対する、社会に出る前のトレーニングになるんですよね。集団っていうのは、組織っていうのはこういう面があるんだって学ぶことになると思うんですよ。だから学校を否定してずっと個人で生きてきて、社会という組織に入った時に本当にダメージに耐えられるのかなと思っちゃいますよね。要はどこに属するかではなくて、属したものをどう使うかっていう本人に委ねられてるんではないかなと思います。まあ、そういったこともね、花山龍馬さんの動画を通じて確認することができてよかったなということでございますね。うん、おいしい。でね、このイカ飯を食べながら、まあ飲むのはコーヒーなんですよ。うん、コーヒーがこれがあるんですよね。寝ないと2000。朝日眩しい。うん、で民謡とか三味線の症状はねあります。どうも今日もご覧いただきましてありがとうございました。皆さん良い一日をお過ごしください。あと10月もね、今日と明日になりました。また新しい11月、そして今年もあと2ヶ月しかないですよ。皆さん、今年の1月1日に誓った1年の目標覚えてます?もう達成してないといけないですね、この時期には。そして4月1日にエイプリルフール、こういう意味。なんで4月1日がエイプリルフールなのかってことは、1月1日に立てた目標が嘘だったでしょっていうのを確認するための4月1日だと私は捉えているというふうな放送をさせていただきました。ではね、エイプリルフールで、ああ1月1日の目標うつついちゃったなーって言っただけやってやってないなーっていうことを感じましたら、最後の2ヶ月ラストスパートをかけてみてはいかがでしょうか。それでは。